オロスコバンドは日本のガールズスカロックバンド。所属レーベルはビクターミュージックアーツ。事務所はスティスラブミュージックに所属。現在はフラグシップに在籍し、活動中。2003年5月に結成。2006年にメジャーデビューし、全米ツアーやアルゼンチン、ブラジル公演など、日本にとどまらず、海外まで活動の幅を広げている。 2003年5月、中学3年生の時に同級生のブラスバンド部を中心に結成。同10月に初ライブを行う。高校入学後も積極的にライブ活動を行い、2006年2月にソニーミュージックアソシエーテッドレコーズとメジャー契約を締結。7月に俺でメジャーデビュー。初期メンバーは全員大阪府堺市立月州、中学校出身。 2003年5月、中学のブラスバンド部のメンバーを中心に、俺たちカスカスローソンスカバンドオイズカッターシャツ結成。その後、ライブハウスのスタッフにバンド名が長いと言われ、オレスカバンドへ改名。10月に初ライブを行った。2004年にメンバーが高校進学し、本格的にライブ活動を開始。2005年6月に自主制作版、ペンパルリリース。 2006年1月21日に初の自主企画イベント平成サラダ合戦開催。2月にソニーミュージックアソシエーデッドレコーズとメジャー契約を結びプライベートレーベルテリーダラーレコードドル及び専属マネジメントテリーダラープロダクションドルを設立。7月19日にデビューミニアルバムオレをリリースした。11月1日にはファーストシングルアーモンドリリース。 2007年はメンバーが高校を卒業し、3月からアメリカ最大の音楽見本誌、サウスバイサウスウエストを皮切りに、アメリカでのライブを含む全国ツアー、VR オロスコバンドツアー07を開催。5月にファーストフルアルバム、ワ、wow! オをリリース。2008年は2度目となる、サウスバイサウスウエストへの出演や、ワープドツアー08で、日本人として、 初の46都市全公演出演を果たす。10月22日、セカンドミニアルバム、ホワット、A Wonderful World Vol.1、ワープドツアーライブドキュメンタリー DVD、46オロスコバンド、ワープドツアー2008を同時リリース。2009年10月に所属事務所を SME 内のスティスラブミュージックへ移籍。4月15日、サードミニアルバム、ホワット、 A Wonderful World Vol.2 リリース。2010年11月24日にサードフルアルバムカラーリリース。2011年全国ツアーカラーコレクション2011を開催。2013年2月27日にホースフルアルバムホットナンバーリリース。6月にアメリカで5年ぶりとなるロサンゼルス公演。7月には初のブラジル公演を行った。 2014年2月26日初のベストアルバムベストをリリース。2014年にビクターミュージックアーツへ移籍し、バンド名を英語表記のオロスコバンドへ改名。7月には初のアルゼンチン公演を行った。9月10日、フォースミニアルバムキャリーオンリリース。2016年1月31日、モリコが育児に専念するためだったよ発表。 3月6日、2日、レゲエカルチャー系イベント、ステイ・アイリー、ゴールディーを渋谷クラブアイサにて開催。3月9日、フィフスシングル、ネクススポット・フィエブレリリース。6月にサポートメンバーのアドの正式加入を発表し、11月23日、フィフスフルアルバム、スローガンをリリース。2017年は、アルバム、スローガン、リリースツアーハッピー。 サバイブ2017を開催。梅田クラブクアトロ、名古屋 ELL、エビスリクイドルームにて、東名阪、ワンマンライブを行う。2017年11月3日、デビュー当時設立された、プライベートレーベル、テリーダラーレコードドルの名を引き継ぎ、自主レーベル、テリーダラーレコードドルより、初の7インチアナログレコード、グルービンワークスタイリーをリリース。同タイトル楽曲では、ラブ、 映画部マーケットのジャゲ・ジョージと初のコラボレーションを行った。11月19日、ステイ・アイリー・ゴールディ2017を渋谷クラブアイサにて開催。その後12月にかけて初となるヨーロッパでのライブツアーを行う。2018年8月25日、毎年香港で開催される香港インターナショナルレゲエスカフェスティバル2018に出演し、アジア進出する。 10月10日、大阪にて定期開催されているライブハウス体験型イベント、何岩でリックのテーマソングとして配信限定シングル、糸歌詞を吉本ミュージックエンタテインメントよりリリース。12月29日、さきが音楽作家活動に専念するため2018年をもってバンド活動を休止することを発表。2019年4月19日、 第11回沖縄国際映画祭に出演し、映画祭のテーマソングである、笑顔のまんまを、スカカバーを配信限定リリース。7月13日、チェジュ島のロックフェス、ステッピングストーンフェスティバルに出演。7月28日、富士ロックフェスティバル19ジプシーア・バロンステージへ出演。8月31日、台湾で行われたスカフェスティバル、 台湾スカフェストボリューム3へ出演。10月27日、ステイ・アイリー、ゴールディ2019を大観山ユニットにて開催。CC がバンドに加入。2020年8月16日、初の配信ストリーミングライブ、さよなら、ホームラン。君の瞳に乾杯を開催。富がバンドを脱退。2021年7月1日、夢がバンドに加入。 ありがとうございます。